今握手会休憩中です。とりあえず2時3分ってことで38分までできたらなって思ってます。今はメイクを直しています。こんにちは。なんかね、会場暑くて結構あれなんですよ、メイクが崩れちゃう。斜め前にはひがたんがいます。今日の楽屋の座席は私、目の前にみゆちゃん、そして斜め前にひがたんがいます。チーク借りました。ひがたんに借りました。もう天使、天使だよ、ひがたん天使。ステージイベントもないので配信できます。多分そうです。はい、バーベキューっぽいやつ食べました。なんだっけ、てか口と鼻しか映ってない。あれで、ご飯はそうです、バーベキューっぽいあれです。なんかお肉とか焼いて外で食べて美味しかったです。はい、顔が映んない。バーベキューしたことないのですごいバーベキュー感を感じれてとても嬉しかったです。メイク直し中です。毎日アイドル44日目。本当に？イエーイ。あ、え、待って、44日目？私、さっきじゃんけんの予選、対戦番号を引いたら44番でした。やばい、偶然。すごくない？これ。何も関係ないですけど。すごい、なんか偶然でした。なんか44に今日はあれですね、ついてますね、なんかすごいね、なんかいける、いけるね、なんかすごい、こういうなんか偶然があるとなんかいけそうな気がする。44日目でしょ、で、じゃんけんの 対戦の番号が44番でしょ。まあすごい、44だって、しかも私のラッキーナンバー 4ですからね。はい、444444。まあでも2回勝たなきゃ本戦にはいけないんですけど、はい、明日本戦じゃない明日本戦のための、はい、勝負があるので、ひななにパワーを送ってね。
紙どこまであるの？めっちゃあるよ、ほらここまで。すごい長すぎる。すごいな、見た帽子に合ってるね。ありがとうございます。今日は帽子かぶって握手してます。このリップを使ってます。女の子は知ってるかな。これは唇に塗ると色が変わるんですよ。あと最近色変わるリップすごいハマってますね。これもキャンメイクのリップなんですけど、なんかこれ透明なんですけど、なんだろう、時間が経つと色が変わるみたいな。こっちもちょっと試してみます。メイク商品動画みたいな、メイク配信動画みたいになっちゃった。なんかね、水分、口のなんだっけな、水分とかかな、で結構色が変わる。うん、私から見たらすごいピンクなんですけど、わかる？ほらピンクっぽくなってるんですよね。そうなんです。うん、そう、熱で最近こういうね、あのグロスがあるんですよね。うん、でね、ファンの皆さんはほとんどね、本当にでも最近このこういうリップにすごいハマってます。色が変わるリップ、ちょっと赤っぽくなった。時間が経ってばね、経つほど、あの、はい、いいです。私は唇に色がないので、こういう色が取れにくいものを使ってます。ね、本当にメイク道具が進化してますよね。うんうん、ゆかるんに会いたくなる、をぜひ会いに来てください。待ってるよ。今、そうだ、次のシングルの握手会の申し込みができるので、ちょっと時間先ですけど、時期的に結構先なんですけど、申し込みできるみたいなので、ぜひ私のところにチェックして、あの、会いに来てくれたら嬉しいです。はい、10月かな。うん、ハッシュタグ好きなんだで、検索してもらって、握手会、個別握手会で検索してもらってれば、はい、大丈夫です。はい、なのでぜひぜひ。9月か、9月、10月、10月行くよ。ゆかり姫、幸せになれますか？なれます、なれます、なれます。そうなの、かわいい。9月にあるよ、9月、大阪行かせてもらう。再販終わってる？個別はもうダメ。え、そうなんですか。でも、あの、握手会の大きい掲示板みたいなものには書かれてました、好きなんだ個別握手会申し込み中みたいな。え、違うのかな、もう終わってる。嘘、そうなんだ、残念。え、本当に再販まだやってるんじゃないですか。じゃあ終わってる。全額か、通常版か。あー、終わってた、ごめんなさい。全額とか会えたらいいな、皆さんと。もしいつかね、
あの再販があればぜひ皆さんチェックしてみてください。台がないからね、なんかすごい照明が暗いんだよね。ああ、なるほど。ヒカルンさんの握手会行ってみたいです。え、来てよ。え、いいんですか。うん、じゃあここに書いてる姿連番してきますね。もうレーンに可愛い子がもう一人、わファンの人がね。でもなんかさ、変装とかしてさ、うん、バレないような企画やってみたい。確かにやってみたい。絶対なんかさ、AKB カフェでさ、あの、あ、ビンゴだったやつですか。そう、めぐちゃんがビンゴで、あの、なんだっけ、気づかれるかやってたやつですか。え、やだ、やだ、待って、ティッシュティッシュ、ちょっと待って待って待って、雲雲雲雲がいる、待って待って、雲雲が、雲がいる、雲がいる。ここですか。つかめたかな。つかめたね。よし、雲いなくなりましたよ。ありがとうございます。イエーイ。なんか同じ人ばっ、なんか面白いですね。何ですかこれ、アイコンがみんな一緒だ。そうだよ。え、私のね、うん、あの好きなアイコンがこのね、ウニみたいな頭の人なの。へえ、スーパーサイヤ人みたいだよね。なんかさ、気合入るよね。気合髪の毛が気合入ってる。まあなんかさ、みんな全力って感じするよね。確かに、うん、全力すぎて髪の毛立っちゃったみたいな、うんうん。じゃあこれの人が多いですか。多いね、私のファンの人は多分。うん、私ひよこが多いですよ。だよね、ひよこだよね、だって。ひよことかばっかり。面白い、うん、このトゲトゲのアイコンあんまいないですよ、私のやつ。本当に、うん、ウニだ。ゆかるんさん帽子かぶってるんですもんね。そうなんですよ、かわいい帽子。でも全然コメントでは帽子に触れてくれないの。ちょっと帽子が見えなくてそっかそっか、そっちか、そうだそうだ、うん、ウニ、ウニだよ、ウニ。ウニ好きですか。あー、いや、食べたことある、ウニって。あります。なんかお父さんが好きで、うん、だからなんか食べてみたら、うん、ちっちゃい頃嫌いだったんですけど、うん、好きになりました。なんか北海道の善悪とかで食べるじゃないですか。食べた食べた、めっちゃ美味しかった。あれがめっちゃ美味しい。なんかさ、すごいとろけるって感じ。やっぱ本場は違うなって思います。うん、だからそうかね、いいよね。あともうちょっとで皆さんと、あ、でもこれ見てる人はあんまり今日来れてないのかな、うん、でも来てる人でも見てそう。あともうちょっとで握手会ですね。握手会だ。何喋りますか。うん、帽子について。帽子について、帽子について教えてくれる。ファンの皆さんと一人一人話したいことを話します。何喋ろうかな。あ、なんか、あ、ひわたについて。私ゆかるんさんについて喋ろうかな。ゆかるんさんのファンの人が来たらゆかるんさんの話しますよ。本当に、ありがとう。ゆかるんさんと喋りますので、あと今日は近くに席座りましたよとか言います。今電車で向かってますか。遅れないようにね。遅れないように会場で見てるよ。だってなんか嬉しいね、リアルタイム。今何分なんだろう。今ね、39分です。お、ヤバス。ヤバス、じゃあ用意しますね。ヤバス、ヤバス。何がヤバス。用意しなきゃ。でも顔完璧じゃん。顔は直しました。髪の毛、うん、ありがとう、ひわた。ありがとうございました。お邪魔しました。バイバイ。バイバイです。正面に移動するだけだけど、もう私の今このここにいる、ひわたんがここに。そのカメラの反対側。うん、
多分夜配信しないかもです。なぜなら明日朝早いから明日朝早いので、うん、なのでちょっと、そうなんですよ、明日朝早い部なので、一部からか、だからちょっと今日はあの帰って、まあ、ロングスリーパーとして早く寝ていっぱい睡眠をとって明日に備えたいと思います。写真撮りに行こう。そうだ、じゃあちょっと写真撮りに行こうと思うので、外多分今まだ明るいので撮ってきます。あと握手開始まで20分あるので写真撮ってきます。ということで皆さん、今日はありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。メール送ります。755も見てくださいね。バイバイ、ありがとう。